広島の役です、はい、先日ですね広島県東部の JR を高架化する事業の縮小案を、はい、海田町と府中町の方に示されました、はいはい、特に海田町の方から、はい、大きな反発がありました、はいはい、特連立の話ですね、連立の立体構成事業の話ですけども、はいはいはい、今後ですね、はい、そういう反発がある中でどのようにその住民の理解を得ていくおつもりなのか、はい、それから時期的な目処なんですけども、まあはい、来年度予算にその反映しようと思うと、うん、時間もあまりないと思うんですけども、うん、その最終案の決定の時期というのをどのようにお考えかというのをまずお聞かせください、うんうんはい、まず海田町の皆様方、これ町長も議会もそれから当然町民の皆さんもそうですけれども、これまで、まあ、計画として、挙げて、いたものをですね、この現在その、なんていうか、見直しを進めるという事態になったことについては、まあ、これまでの期待に添えない、まあ、この状況になってましてですね、これは申し訳ないというふうに思ってます。で、そういう中で、地元としてですね、いろんな形でご要望が強いというのは十分に認識をしておりますけれども、今この見直しの案というのは交通について、交通処理についてはできるだけですね、立体交差と同じように、処理ができると、円滑な交通が実現できるように考えてますし、まあ、全部の踏切は解消しませんけども、オーバーパスという形でですね、南北のその町もつながるような、まあ、できるだけ、つなげられるような形の案を考えてところであります、まあ、そういう意味で課題であったこの交通の円滑化、あるいはその市街地の一体化というのはこれは重視しなければいけないというふうに思ってまして、まあ、そういう案として、この見直し案の検討を進めているところでありますので、ここはそういった内容をですね、十分にまたご説明をさせていただきながら、また海田だけじゃなくて府中も含めて、調整を十分に図りながらですね、まあ、さらにどのような見直しが可能なのか真摯に検討していきたいというふうに考えています。でその上で最終的な方向性を早くお示しできるようにですね、努力をしたいというふうに考えているところです。時期的にはですね、まあ、これは地元の皆さんとの、お話というかということがまずあると思ってますので、今の段階でですね、この時までにこういうふうにしますということはちょっと申し上げるのは避けたいというふうに思ってます。ありがとうございます。今回示した案というのは叩き台だというふうに聞いてるんですけども、はいはい、今後住民への説明を求められているです、海田町もですね、そういう住民の声を踏まえながらですね、そのどれぐらい変更する余地があるのか、その高架化の延伸みたいなものも含まれるのか、それとも今おっしゃった道路交通の変更みたいなものが軸になるとお考えなのか、現時点での知事のお考えをお聞かせください。重要なのはですね、この例えば一つ交通渋滞ということがあるわけですね。それから踏切によってそのなかなかその踏切の北側と南側と行き来が難しい状況があるっていう、この地域がこの一体化しにくいという課題があるわけですね。で、この2つについてどういうふうにアプローチをしていくかということが大きな課題でありつつ、それをやはり一定のその財政負担、一定範囲の財政負担の中でそれを実現していくという、まあ、この課題をどういうふうにこのなんていうかまとめていくかということだと
考えてます。まあ、そういう意味ではそういうそれぞれ その解決すべき課題、まあ、今主に3点を申しましたけど、まあ、細かい点とか他に、あると思いますけれども、それをその両立させる形で、実現できるということが、まあ、大事なので、それに向けては我々県としては柔軟に対応したいというふうに思っています。今柔軟に対応したいということはありました、はい、当初のまちづくり計画からすると先ほども申したようにその高架化をできるだけ延長してほしいという声が非常に大きいというふうに思ってますが、今柔軟に対応したいという中にはその高架化の延長ということも含まれていると考えていいんでしょうか。それはですね、今申し上げた3点をその解決をするというか、それぞれの、まあ、要請事項というのがあるわけですから、それをしっかり守っていくということで、個別の方法についてはですね、まあ、申し上げる状況にはないというふうに思っています。最後に、昨年の秋にですね、その見直しの理由について知事が、先ほども財政の話がありましたけども、現計画通り実行すればそのほぼ全ての県の都市整備予算を相当つぎ込まないと完成しないというふうに財政面を主に挙げられています。で、今回その総事業費が960億円から570億円にだいたい4割減って、県の負担はだいたい5割ぐらい減ですね、220億が105億円です。そう言っても大きな公共事業です。どれぐらい、例えば5割減なら推進可能なのかとかですね、その予算的な許容範囲っていうものを知事はどのようにお考えなのかお聞かせください。それもですね、明確にこのいくらですとかっていう線引きがあるわけじゃありませんけども、今想定をしている、その、まあ、見直しの中で、この考えている事業費というのは、これは市の話もありますし、市も県も含めて、事業を実施可能な範囲だというふうに考えています。で、もともとの、オリジナルの案ではですね、これは非常にこれは、まあ、厳しいという状況がこれはあるのは確かでありまして、その今の何て言いますか、今の見直し案からその一歩も動きませんということではもちろんないんですけれども、ただ現実としてはそれを超えるものっていうのはかなり厳しいというふうに思っています。ですから今の案だと進めることは可能な案だということですね。その今の案というのは今の見直し案ですね。財政的な、そうですね、これはもちろんもっと叩いていかなければいけないところは多々ありますけれども、これを基本とした案であれば、その財政面から言うとですね、なんとか進めていかなければいけないというふうに思っています。5分前を切りましたので最後の質問にしたいと思います。質問のある者はお願いします。参院長新報の西小路です。裸足の原の問題に戻ってしまって恐縮なんですが、点確認です。知事先ほどおっしゃったように教育委員会に諮らなかったとかの手続きの不備についてはやはり、まあ、昨日の議論なされたようなんですけれども、そもそもの陳情を掘ったあたり歴史認識等の問題についてはこう議論を踏み込まないまま何かこう収束してしまったような感がありまして、それがその現の根幹というか評価とか価値にも関わってくる部分かと思うんですけれども、その議論の経過と、あるいはその改めてですか、その歴史教育にの教材としての私の現の評価価値というものを知事自身どういうふうに捉えていらっしゃるかお願いいたします。私自身その現というのはですね、これまでも活用してこられましたし、その戦争であるとか、あるいはその原爆の、その悲惨さについてですね、まあ、いろんな
まあ、いろんな形でというか、いろんな形でというのも、まあ、議案を通じてなんですけども、なんていうか、感じることができる良い教材なんだというふうに、私自身は認識をしてます。で、その松江市教育委員会のことについてはですね、これ今もちろんトピックなんで、皆さんこのいろんな立場の方にですね、その論評を求められるというのはこれは当然のことだとは思うんですけども、ただあんまりですね、そのそれぞれの まさにこれはその市の教育委員会あるいはその学校という関係のものなんですね。ここにその他の まさにそこに委ねられていることなので、そこに対してそのなんていうかあまり過度にですね、その論評したりとかプレッシャーをかけるということはですね、これはそもそものそういう原理原則として、いかがなものかっていうのは私は感じてるんですね。これはだから逆のこともあるわけですよ。逆のことないですね、他の案件というのもこのありえてですね、何かそのそれぞれの例えば判断が分かれるようなことについて、例えばいろんな地域の市であるとか町の教育委員会の判断みたいなのが分かれる場合がありますよね。でそういうことは教育委員会が判断したり学校が判断をしたりすることが適切であるという今の枠組みの中で、それ自身私も適切だと思ってますし、その中でいやそのあるものはおかしいんだと言ってですね、一斉にその例えば他の、首長であるとかあるいはメディアも含めてですけれども、外からその圧力をかけるというのはですね、それはまさにこの民主主義とかに照らして不適切なんじゃないかと思うんですよね。で個人的なその感想っていうのはまあいろいろありますけれども、それとは別にですね、その何かこの世論が一方向に向かってこのそれぞれ当てられたこの中で、行っていることをですね、ものすごくこのなんていうか圧力かけていくっていうのはね、どうかなというのは僕は感じてますけどね。ありがとうございます、はい、じゃあこれで知事会見を知事の定例会見を終わります。次回は9月3日火曜日の10時半からを予定しています。